に4対3で福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。本日の若鷹スピーチは田代選手です。よろしくお願いします。応援ありがとうございました。早く一日でも早く2面に戻って、結果を出せるように頑張るので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。